元はといえばね、私の店なんです。私がスペースダンプで元子さんのインナースペース引っ掛けたりしなかったら、その上なんとか自分だけで片付けようなんて思ったもんだからよ。でもね、今度の塾が事件管理官を続けて会社側にバレちゃうと、お前私クビになっちゃうしよ。その上免許停止になっちゃうんだよ。じゃあ普通はこういう事故を起こすとドライバーは罰金刑になって、その次元管理官とかいうやつが事故の元を正すわけ？そうなんですよ。ああ、それをなんとかうまく内輪で収めようとして、それで西谷さん自分で元ちゃんを殺さなきゃなんなかったと。そう、でも苦労したんだよ。一体この人間どうやれば死ぬのかね、私分かんなかったもんだから、元子さんが誘拐されたのを見てなるほどと思ったな。なるほどって？誘拐すれば人類とかけ離れたところで元子さんを殺するんじゃねえかって。私たちレベルではレベルも殺してもいいけどね、文化に関与するようなことは許されていないんだよ。それどういうこと？つまりだな、大衆の面前でこの宇宙船で降りていくとかね。それでなんとか人目を避けようと元ちゃんを下田組んだりまで連れ出したのね。そうなんですけどね、でも私ダメだったよ。元子さんを殺せなかった。なんかこの胸がキューッといっぱいになってきてね。やったね、ラブエッセンス。だからせめて無力化しようとね。そうしないと大変なことになっちゃう。ところが地球の空間がおかしいってんで調べに来た次元管理官がやっと元ちゃんに対面したら、元ちゃん全然無力化してなかったと。そうなんだ、なんかこのわけのわかんないほどのエネルギーがだね、元ちゃんにはあったんだな。だいたいレベル3以上の生物は調整された感情を持っているのでね、あなたたちレベル夢の生物のパッションみたいなもの、まるで感知しないはずなんですがね。ねえ西谷さん、そのレベル C とか M とかってそれ何なの？これはね、銀河連邦におけるこの生物のランク分けなんだよ。レベル Z はこの生きてるだけの生物、それからずっと上がってだね、レベル U になると知能があるという状態になるんだな。地球人のようにこの文明があり想像力を持てるとなるとレベル M、 レベル L 以上になりますと惑星間国家を作れる技術をこう持ってますよ。でさらにレベル F 以上は恒星間を行き来できる技術を持っていてだね、レベル F から宇宙法を守らなくてはならない義務が生ずるわけだ。私たちこのレベル D も当然この中に入んだな。ああ、つまり地球で例えればレベル F 以上が人間でレベル G 以下が動物ってわけだな。うん、でも元子さん、あんたどうしてこれが無力化されてなかったんですかね。わかんない、でもただ私すごく好きだって、この地球がすごく大好きだって思っちゃったの。だからそんな私の大好きなものをあんな冷たい目で見るのは許せないって。それだよ西谷さん、この子ね、昔から何かをものすごく好きだと思うと小説書くっていう行動パターンがあるんだ。嫌な行動パターンしてますね。いや、つまり元ちゃんあの時昔の元ちゃんに、そのゼック書いてた時の元ちゃんに戻ったんだ。そんな、じゃあやっぱりこの空間を元に戻すためには元子さんを殺さなくてはなんなくなっちゃうよ。ねえ西谷さん、元ちゃんをこのまま放置しとくとどういうことになるんだい？多分これは彼女が死ぬ時だね、歴史上この類を見なかったような大地震が起こるんじゃないかな。運が悪いと現人類が滅びるぐらいのことはあるよ。こりゃそんな事態は深刻だった。私がこのまんまでいるわけにもいかず、かといってひょいっと消えちゃうわけにもいかないよね。だって私が消えてゼックレンのみんなもミアも消えちゃったら動物革命どうなるの？困ったな、どうしたらいいのかな。そんな時アモールがついに消えてしまった。元ちゃん、アモールは革命のこと最後まで心配してたよ。でもこの動物革命行き詰まって当然なんだ。え、どうしてライオンさん？元来猫は
自然に対して口を利ける生物じゃないんだよ。元ちゃん、あの猫見てみな。あれが人間以外の生物の姿だ。たとえ相手に悪意がないってことが分かっていても、自分より格が上の生物に対しては、尊敬と恐怖を抱いてしまう。俺たちは自然に対して絶句しているんだ。人間だけだぜ。自然に対して恐怖を抱かず、自然を変えて自分が生きやすいように世界を作っちまえる生物は。でも、それって平気で自然を壊してしまうってことにもなるでしょ？それに。それに？もし、今このまま動物革命が中途半端に終結したら、ねえ、ライオンさん、それってすっごく危険だわ。危険？終結した後、人間たちは猫をどうすると思う？どうって。例えばね、シマウマは檻が開けられれば出ていく。ただそれだけ。で、自分を檻に入れたもののことをどうのこうのって思わない。でも人間は違うわ。革命が終わったからって相手の猫に何もしないはずない。自然に対してさ、文句を言う絶句しない人間ですもの。そうでしょ、ライオンさん。わかったよ、元ちゃん。まあとにかく俺の出番は当分なさそうだ。アフリカに帰るよ。また何か俺にできることがあったらいつでも呼んでおくれ。すぐに飛んでくる。じゃあグッドラック、元ちゃん。猫に対するひどい仕打ち、同じ生物にあるまじき行為、そんな人間に反抗するために始まった動物革命。それに力を貸していた変な人間、それが私たち。でも今私たちの上には人間を同じ生き物とも思わない。多分私たちが肺や顔を見るのと同じような、そんな目で私たちを見る生物がいた。レベル A、 宇宙人。私たちがゴキブリを殺すのと同じように、あなたは私を殺すんですか？ねえ、変だと思わないか？変って？まあ地球人に他の星にも文明があるってことを悟られるのはまずいってのはわかるけど、レベル A、 あの異質なもの、どうしてあの時さっさと元ちゃんを消せなかったんだろう？あ、そうか。完全に調整された感情しか持っていない彼が、どうしてたかが一回の地球人の女の子の感情なんかにたじろいだんだ？確かに地球人はこの文明レベルに対してだね、かなりこの感情が強い。まるで伝説の先人のようではあっけどね。先人？いや、これは伝説ですよ。ねえ、何その伝説の先人って。いや、そう正面切って聞かれると困っちゃうんだけどね。子供の頃、おばあちゃんから聞いたことがあんだ俺。昔々、我々の銀河連邦ができる前に、先人と呼ばれる種族に支配されていた空間があるんです。先人は文明のレベルとしては、これは恐ろしいほどの低い種族なんですけどね。類まれな感情を持っていましたよ。それは恐ろしいほど強い感情だったんですけど、残念なことにこの先人たちは理性というものがまるでなかったんだな。その強すぎる感情ゆえに先人たちは滅びてしまっちゃった。同種間での戦い、すなわちこの戦争によってなんですよ。先人が滅びたのち、現在の銀河連邦が発足しました。銀河連邦は滅んだ先人の残した汚染を守りまして、すなわち感情は物事を破壊するだけだと。常に正しいのは理性であると、こういうことなんだね。これ、その先人たちの末裔が私たち。え、なんだって？あの異質なものが、ほら、荒井家の焼け跡で私を消そうとしたものがそう言ってたの思い出したの。そうだわ、確かにそう言ってた。人間が先人の末裔？確かに今現在文明のレベルの低い星には、その先祖の子孫たちがいるということは聞いています。
けど買ってあったような強すぎるくらいに強い感情はもうすでにその子孫たちには受け継がれていねえはずなんだよな。なぜ最終戦争でごくわずかに残った先人たちは銀河連邦の発足を知った時だね、今までの感情による世界支配を諦めて異性というものをこの学び始めたんだよな。ねえ西谷さん、一体その銀河連邦に属している種の寿命ってどれくらいなの？だね、短命種でこの地球時間にすると20〜30年、最長命種はだね2000年近くいきますな。えらいバランスが悪いな。それじゃ世界観も何も全く統一できないだろう。いえ、あの2000年生きるのはレベル A の生物でね、大霊人の方々だけですよ。大霊人？あの異質なもの？ええ、管理をやってるのはレベル E でも下の方の生物です。その2000年生きる大霊人の方々は主にこの決断と記憶の仕事をしてますよ。一番偉い人なの？まあそうですね、だいたい大霊人の方々は伝説によると先人と宇宙空間で共存したたった一つの種族だそうですよ。それじゃあ今話してくれた先人の伝説ってそのタイレニー族によって語り継がれてきたその話なのかい？そうです。感情は物事を破壊するだけで真に正しいのは理性であるってことも？なんか引っかかる。先人がその感情ゆえに滅びた話を伝説にして理性が全てだって銀河連邦の生物に教え込んだタイレニーだけど、そのタイレニーと同レベルのあの異質なものは私に言った。さすがは先人の末裔、さすがはってどういう意味？ひょっとして先人はものすごいものを持ってたんじゃないかしら。でも支配者であるタイレニーはそれを今の銀河連邦の生物に知られたくない。ねえモゾちゃん、思い出すのも嫌だってことない？昔さ、すごい恥かいたとか失敗しちゃったとか。そうだな。あは、中学の時ね、クラスの好きな男の子にラブレター書いたらみんなの前で誤字脱字を指摘されたの。それで高校行ってからどうした？その話バラされたら嫌だなって思わなかった？そりゃ思ったわよ。かっこ悪いもんだからね、私自分から言っちゃったんだ。ちょっと弾みでラブレターなんか書いちゃったことがあって、いやー若気の至りだね、参った参ったとか、と慎重にね。本当は結構本気だったんだけどね。それだよ。タイレニーは先人にまつわることで何か隠しておきたいことがあるんだ。だから伝説を作って誰もそれ以上追求しないように先に喋ったんだよ。そんなあんた低次元な考え方をあの大霊人の方々が持つなんて。何だったんだろう。先人たちが持っていたもの。なんかとんでもないもの、現在の銀河連邦にとってあってほしくないもの、彼らが避けていたいものけれど決して無視できないもの。無視どころかとてもこだわっているもの。ねえ、それってあの異質なものが元ちゃんを消すためだからって地球ごと吹っ飛ばすことはできなかった、そのわけの大元かもしれない。そう、多分、きっとそう。でも一体それって何なんだろう。先人たちは何を思っていたんだろう。